私はパニコ、26歳の OL です。私の母パニカーは女手一つで私と4歳年下の妹リノを育ててくれました。あれは私が高校3年生の頃のこと。ただいま。ああ、おかえりパニカ、ご飯できてるよ。あってパニカすごく疲れた顔してる。ご飯の前に健康茶入れてあげるね。うん、いつもありがとうねパニカ。それとねえパニカ、私やっぱり大学には行かないで就職しようと思うの。え？お金なら大丈夫だって言ったろ。大学には行った方が。そう、私は高校卒業後小さな会社に就職したのよね。パニカーが頑張ってくれたおかげで私は楽しい学校生活を今まで送れてきたし、もう十分だったから。就職したての頃は会社に慣れるまで大変だったけど、パニカーが仕事を減らして前より疲れた顔をすることも少なくなり、私はほっとしていました。ところが数年後、リノがやらかしたんですよ。リノは自分が一番じゃなきゃ絶対に嫌ってタイプで、だからなのかな、学校の成績も良かったの。テストやスポーツで一番を取ったり、今まで自分よりも上だった人を抜いたりすると、さすが私、やっぱ私ってすごい、私の勝ちと得意げになっていました。ちょっと負けず嫌い精神が強すぎるのはどうかと思いつつ、勉強やスポーツができるのはすごいと私も素直に認めていたんだけどね。高校生になったリノはバイトを始めて数日で辞めてしまいました。その次のバイトも、さらに次のバイトも同じ。何でも自分よりできる人がいるところで働くのが嫌なんだって。始めたばかりの仕事でトップを取るなんて、そんなの無理な話なのにね。さらにリノが高い偏差値を誇る大学に入学して間もなく、私が当時の彼氏であり後に夫となる予定だった直太を実家に連れて行った日の夜のことです。突然リノが私の部屋にやってきて、お姉ちゃん、なんで私には彼氏ができないの？どうしたら彼氏ができるの？え？へえ、この子恋愛とかに興味あるんだ。どうしたらと言われても。ああ、そうだ、たまには参考書じゃなくてさ、これ読んでみなよと、私はリノにファッション雑誌を何冊か貸してあげました。それから数日後、なんとリノがパニカーの大事にしていた高価な宝石を勝手に持ち出しちゃったんです。そのことにパニカーがいち早く気づき、帰宅したリノを問い詰めたところ、どこかで売ってお金にしようとしたと白状。幸い身分証を持ち歩いていなかったリノはどの店にも取り合ってもらえず、そのまま帰ってきたそうなんですけどね。たく、あんたって子は何考えてるんだい。人のものを盗むのは犯罪だよ。家族間で起きた窃盗は厳しく処罰されないってネットに書いてあったもん。てか、なんでお姉ちゃんに彼氏がいて私にいないの？私が負けてるみたいじゃない。何言ってんだい。そんなの競争するようなもんじゃないだろう。納得できない。私は雑誌に書いてあった通り、流行りの服を買ったりエステに行ったりしてモテモテになる必要があるの。だからお金が必要なの。仕方ないでしょ。なるほど、リノが恋愛に関心を持ち始めたと思っていた私だったけど、ただ単に私に対して負けず嫌い精神がうずいてしまっていただけだったのね。だからってこんなことするなんてやばすぎ。そして何度か同じようなことがあり、パニカーはついにリノを実家から追い出すことにしたんです。いや、リノ本人にはうちから出ていけと怒鳴ったパニカーでしたが、本当はリノに一人暮らしをさせて社会勉強をさせるために打った芝居でした。私がたまに様子を見に行ったり、最低限生活を助けたりする形にして、パニカーも裏でリノをサポートしていたんです。リノの住むところも、パニカーの学生時代の友人だっていう、いつきさんのつてで安く借りてね。リノには、私が見つけた物件だと言って、そこに住まわせたのよ。私だけ直接いつきさんに会ったけど、いつきさん、どうやらパニカーにほの字みたい。まあね、パニカーはいくつになっても魅力的だもんね。ちょうどその頃、私は直太と婚約しました。実家近くのマンションを借りて直太と同棲していたんです。直太は飲食店で料理人をしていたんですけど、勤めていたお店が潰れちゃって職探し中。その間私が働く代わりに主婦をやってもらっていました。で、直太と婚約の報告をリノにするとき、リノを家に招いて直太の手料理を振る舞ったわけなんですが、え、
お姉ちゃんたち結婚するの？うん、よろしくね、リノちゃん。へえ、お姉ちゃんが結婚。てか、リノちゃん大企業から内々店もらったんだって？すごいね、おめでとう。そうなの、リノは相変わらずバイトが長続きしなかったんだけど、無事大きな会社の内々店をもらえたんです。姉としてほっとしていました。ところがこの数週間後、私と直太が無事入籍し、数日経った頃、あの日は直太の誕生日で、直太に内緒で半日有給を取り、サプライズパーティーをしようと企んでいたの。パニカーにも協力をお願いし、実家で誕生日パーティーの準備をしてから帰宅しました。でも玄関のドアを開けた瞬間、あれ、この靴リノの靴？さらに寝室からバタバタと物音が。嫌な予感がして、私はすぐ寝室へ行き、勢いよくドアを開けました。すると慌てて服を着ているナオタとリノの姿が。何してたのよ二人とも。いや、これは。何してたのか聞いてんのよ。この後二人を絞り上げたところ、二人はリノに私たちが婚約した報告をした日の数日後から不倫していたとのこと。もう最悪。私はその場でパニカー、そして義両親にこのことを電話で報告。するとパニカーは今度こそリノに本心から絶縁宣言。義両親もナオタと縁を切ると言って、私に何度も謝罪してきました。当然私もナオタとリノに離婚と絶縁を言い渡し、二人に慰謝料を請求する、結婚式の費用も全部ナオタに返してもらうと言ったんですが。はあ、俺は今職探し中で、リノちゃんはまだ学生なんだぞ。慰謝料なんて支払えるわけがないだろう。何言ってるの、ちゃんと責任取れっつーの。責任って、これくらい良くない？だいたい私は妹なんだからさ、姉は黙って譲れっての、ケチ。いい加減にしろ、ちゃんと慰謝料を請求させてもらう。もういいわ、考えてみれば小さな会社に勤めてるお前より大企業に勤める予定のリノちゃんと一緒になった方が俺にとってもいいし、この平凡女がお前より優秀な妹と再婚するわ。そうしよう、ナオトさん。よかった、これで私の勝ちってことで。こいつら腹立つ。これ以上この空っぽ野郎どもに何を話しても無駄だと考えた私は、荷物をまとめて実家に帰りました。そして離婚届を役所に提出した翌週、ナオタと私の共通の知り合いから、ナオタがリノと再婚したと聞きました。離婚して次の週に再婚するなんて、どんだけだよあいつら。で、数ヶ月後、私はパニカーと一緒にとあるホテルの玄関にいました。すると、あれ、なんでお姉ちゃんとお母さんがここにいるの？あ、リノ？どうして？そこにいたのはウェディングドレス姿のリノ。さらにリノの横にはナオタもいて。うげ、リノ、お前俺たちの結婚式にこいつ呼んだのか？ううん、呼んでないよ。申し訳ないが、あなたたちの席は用意してないですよ。てか、俺たちお前に慰謝料を支払ったから結婚式のお金を払うのめちゃくちゃ大変だったんだけど、借金しまくってさ。ま、リノの内定の知らせが来るのもうすぐだし、リノが就職したらすぐに借金なんて返せるけど、俺もリノもお前のこと未だに恨んでるんだからな。はあ？恨んでる？それはこっちのセリフよ。ほんと、お姉ちゃんのせいで大変だったよねってことだから、ご祝儀だけ置いてけ。この言葉にパニカーも私の隣で怒りのオーラを放っていたんですが、私もブチ切れ。こいつらふざけすぎだろが。この後二人にとんでもなく大変なことが起こってしまったわけなんですよ。あんたらの式に来たんじゃないけど、その時、おーい、この人、以前もちらっとお話ししたことがある、例のパニカーにほの字のいつきさん、なんですけど。社長！瞬間、リノがガバーっと、いつきさんに頭を下げました。あ、お疲れ様です！どうして社長がここに？あ、リノ、この人誰？私が今、ないない手をもらってる、会社の社長さんよ！あ、わざわざリノの結婚式に、お祝いに来てくださったんですか？
さすが成績優秀のリノ。まだ内々定の段階で社長が式に来てくれるなんて、期待の新人ってやつか。直太が目をキラキラさせていったんですけど。お、何を言ってるんだね。ああ、君リノさんか。なるほど、今日は君たち結婚式なのかな。私は会社のパーティーがこのホテルで開催されるからここにいるだけだが。あ、なんだ、そうなのか。そうですよね、社長。なおた、今の私の結婚式に社長が来てくれるなんて、そんなのありえないでしょ。それもそうか。あ、てか社長、ミノは正式にそちらで雇っていただけるんでしょうか。トップの偏差値を誇る大学で成績優秀なんですから、雇ってもらえるに決まってますよね。そう聞くナオトの横でリノが成績優秀なんてと自信たっぷりな顔でニヤニヤしていたわけなんですが。お、君の内内定は取り消しだよ。いつきさんの言葉にリノとナオトは一度キョトンとし、声を揃えて大絶叫。なんで成績優秀の私を雇わないなんて。私はね、パニカーの学生時代の友人でね、君の内内定はパニカーに頭を下げられて決めたことなんだ。君の力ではない。あ、友人？てか、パニカーは私を家から追い出したのよ。そんなことするわけ。パニカーはあんたのことずっと裏で支えていたのよ。え？それに、もしや君、学校の成績が良ければ社会でも絶対うまくやっていけると思ってるのかい？いるんだよね、そういう人。学歴でマウント取るくせに仕事できない人間。パニカーのお願いなら私は今までほとんど聞いてきた。だが君のことに関しては最初返事を渋ってしまったよ。面接の態度も良くなかったし。しかしやはりパニカーのお願いだからね。試用期間中の君の態度を見て最終的に雇い続けるか判断することにしたのさ。でも君はパニコちゃんの旦那さんを略奪してパニカーと絶縁したんだろう。となりゃ君を雇う理由はもうないね。待ってください。俺たちの借金はどうなるんだよ。はあ、リノが大企業に就職できるって言うから俺たち結構の借金しちゃったんだよ。お願いです、なんとか雇って。どこからどう突っ込んだらいいのかわからないほど君たちは頭が足りなくてかわいそうな人たちだ。内々定が取れて浮かれて借金しちゃったのかもしれないが、そんなの私は知らないよ。で、それよりパニカ、パニコちゃん、早く会場に行かないと。パーティーが始まっちゃうよ。二人は今日主役なんだからさ。あ、主役？今日はパニカーと私の結婚を社の役員や取引先の人に発表する日なんでね。社長と結婚？それにパニコちゃんをこれからうちの社の本部長として迎え入れることもみんなに報告するんだよ。パニコが大企業の本部長？パニコ？あ？俺とやり直してくれ。なんと直太が私に土下座してきたの。はあ？すかさずリノが直太の後ろ襟をつかみました。ちょっと何それ。うるさい。なあパニコ、お願いだよ。俺たち一度は愛し合った仲だろう。あんた最低。お姉ちゃんが大企業の本部長になるって聞いた途端取り替えやがって。どうせ金目的だろう。黙れ。なあパニコ、俺とこの底辺男が。何しやがる貴様。そこでリノとナオタが取っ組み合いの喧嘩を開始。そこに飾ってある花瓶やら置物やらが転がって危ないわ。なんともまあ地獄絵図状態です。パニッコ、放っておいていこうか。そうね、時間もないし。数時間後、パーティーの途中でお手洗いに行って帰るとき、私は階段の上からホテルの玄関を見下ろしてみたわけなんですが、二人は号泣しながらホテルの従業員の前にボロボロの姿で正座していました。いろいろ壊しちゃってごめんなさい。俺たち弁償する金なんてないんです。思わず私はクスクス笑いながらパーティー会場へ戻りました。その後二人はあっけなく破局したみたい。結婚式もあんな状態だから開催されなかったそうです。で、直太は借金の返済をするために昼から夜は飲食店、深夜は工場で寝る間もなく働いてるんですって。住んでるアパートはお風呂とトイレ共同で虫がいっぱい住み着いてるオンボロみたいだし、今ではげっそり痩せ細り、
かなり老け込んだ見た目になってしまったそうよ。リノの方は大学辞めて借金を返済すべくバイトを始めたそうですが、やっぱりすぐに辞めちゃってね。その後なんとか別の仕事を見つけたみたいなんですが、それが犯罪まがいの仕事で、あえなく詐欺の容疑で逮捕。現在は警察のお世話になってるんだって。しばらくシャバには出られないとのこと。毎日刑務所の中で泣いて助けてほしい、許してほしいと本人からうちに手紙が届きましたが、破ってゴミ箱に捨てました。さて一方の私はというと、いつきさんとパニカーが結婚し、私とパニカーはいつきさんの豪邸を引っ越し、本部長になって忙しいけど職場の環境がすごくいいから、帰宅した時に心地いい疲れだなって思えるの。ちなみにパニカーは仕事を辞めて専業主婦に。この間も3人でパニカーの手料理を囲みながら食事していたんですが、ね、いつきさんってパニカーのどういうところに惹かれたの？全部。それとやっぱり一番は笑顔かな。パニカーは世界で一番素敵な女性だよ。あら、照れちゃうね。いいなぁ、私は結婚失敗しちゃったよ。一緒にいるときはまさかあんな最低な人だったとは思わなかったのよね。そんなパニコちゃんのことを気になってると言ってるやつが会社にいることに、パニコちゃん気づいてるかな？え、そうなの？おや、パニコにも本当の春が到来かね。この数週間後、なんと私は会社の上司から告白を受け、さらに3年後に結婚。私は今すっごく幸せですよ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。